三井神奈、百科行伝より、三井神奈天明2年3月7日は、江戸時代中期の日本の書家、天国家である。自和十、豪二、龍子、深川漁夫、万玉亭などがある。通称は孫兵衛。信の国諏訪藩主、諏訪忠春の弟にあたる旗本諏訪聖、城の家臣、三井孫四郎の親の子。深川に住んだので深川神話とも称された。最初、 前奏東湖に書法を学び、聖徳元年、細井光沢について、書と天国を学んだ。広沢没後は、関史教、松下柄水史、平林厚志神と共に、細井門下の四天皇と並び称された。自社の変額や、祭礼の上り、昇華ののれんなど壊れるままに書している。安永天明の頃に、神話の天書、奏章単物に染め出した。 神話前が神塚の間に流行した。また陰プなども多く収蔵し、神話は広沢の深遠な東宝をただ一人受け継いだと評された。しかし、実際は正しい天宝を学んでいないので書体の用法に過ちが多いと指摘される。兄貴左衛門の仕えた高崎藩主で当時老中に上り詰めた松平明高に木に入られ、深川に血屋敷を与えられた。 はたもとや御家人の子息が上がって、門を叩き多くの門人を集め、馬術や休術の指南と書を教えた。神話は五十歳過ぎまで再退しなかったが、人に勧められて四十過ぎの農家の女を妻にした。しかし、子ができないので妻に壊れて二十歳ほどの女を、妾とし、三人の子に恵まれた。一説には神話の妻は、松平明高の神家の娘だとも言う。 去年83、文下で著名となった者に、林十歳、亀田宝斎などがいる。この親校も、初家となったが大成しなかった。老いの三井幸きによる、肖像画が伝わっている。死書病部東京国立博物館や島御ご百科行伝ありとも堂、文庫、1914年、P691、石川恒太郎、日本老人史にした書店。 1980年 P116。読みは以下の通り。高木、東京海運提言と上等からすよるて、厳中。ありがとうございます。